ナンゴ春季キャンプ第2クール1日目 Let's go Let's go 新しい、おはようございます。おはようございます。今年も、臨時コーチを務めさせていただきます。まあ、ピッチャー、お面に見させていただきますけど、まあ、自分自身の、これまで、経験したことだったり、まあ、気がついたこと、見てて何か気がついたことがあれば、まあ、監督コーチ、通じて、まあ、伝えさせていただけたらと思いますし、もちろん直接聞いて、もらってもいいので、僕自身も、また皆さんと過ごして勉強させてもらえたらと思います。4日間よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、もちろん初めて会う人もいるんですけど、まあ、昨年見た選手が何人もいるので、はい、まあ、シーズン中の試合も、まあ、もちろんそんなに多くはないんですけど、まあ、何試合か見てて、気になったこととかあったので、はい、まあ、その選手に一応その試合のこととか、まあまあ、たまたま見た時に、まあ、そうだったのかもしれないですけど、まあ、そんなこともこう交えて、はい、この時はこうだったんだけど実際どうなのかなとか、まあ、そういう話も今年は、はい、まあ、昨年より もっとコミュニケーションを取れたらいいなと、はい、思っています。じゃあ行ってきます。はい、ブルペンでは本当にいいボールがいていると褒めてくれて、まあ、今はブルペンの段階ですけど、まあ、あまり難しいことは考えずにしっかり自分の自信あるボールを投げていけっていうふうに言われました。本当に気さくに話しかけてくれたんで自分も話しやすかったです。ありがとうございました。
ですね、まあ、第一クールしっかり腕振ってまっすぐを調整してきたので、まあ、今日からは変化球を交えて、まあ、同じように腕を振った中でしっかり、まあ、変化球とまっすぐを、混ぜながら投げていくっていうのを意識して、はい、投げました。そうですね、やっぱ新鮮な気持ちで、はい、投げれてます。投げるというかプレーできてますし、なんか徐々に慣れてきたというか、はい、違和感もなくなってきてるので、本当にこの番号が似合う選手になれるように、はい、頑張っていきたいと思います。はい、お願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。こんにちは、今日は寒い中、神奈川スタジアムにお越しいただきありがとうございます。今シーズンは、チームとしては日本一、自分としては、メディアを取れるようにチームに貢献できるように頑張りますので、これからも熱い女性よろしくお願いします。はい、上に行くやっぱり体の全部のバランスよく投げないとやっぱ強い球っていかないんで、どっかずれると球弱くなるし、その確認というかそれを、まあ、キャンプの時で結構ブルペン入るんで毎年しんどいんですよピッチングって。はい、3球目5球目でしんどかったです。ありがとうございました。